今ボートレースの歴史が鮮明によみがえる。そこにあるのは輝かしい栄光、そして色褪せない伝説。あの感動が再び。今回は1999年を振り返ります。この年のボートレース界では4月ボートピア神戸新開地がオープン。政令指定都市に初のボートピア誕生となり大きな話題を集めました。7月にはボートレース蒲郡でナイターレースが開催され、連日多くのファンでにぎわいました。3月第34回総理大臣杯が開幕。99年 SG シリーズの初戦はボートレース小島が舞台となった。注目は1着5本で優勝戦に勝ち上がった3号艇市川、1号艇田中、6号艇の今垣は共に SG 初優出。果たして99年 SG 開幕戦を制するのは。34回総理大臣杯競争優勝戦、最終体系は4対2と分かれて、インコースから1番2番3番4番アウト5番6番の体系です。第12レース優勝戦、今スタートしました。センター4コースから4号艇、5コースから5号艇、4号艇5号艇、これは4コース4号艇、際どいスタートが1周台3マーク、陰線速攻は1号艇田中慎一郎、ズバッと刺していったのが2号艇松井、それでは6号艇4号艇が続きますが、新人争い2号艇6号艇松井で繋っている。アウトコース2号艇松井、トライブのスタートは問題がありそう。4番艇欠場フライング、大きなように4号艇小畑漁師、4号艇小畑漁師は無念フライング返還決勝、したがって4号艇小畑に関する投票権は全て返還であります。最後まで大切にお持ちくださいませ。先頭は6号艇今垣幸太郎、2番手は2号艇松井茂、上位体系6番2番3番手に1号艇田中、後方5号艇3号艇植木市川が続きまして、号艇が周回し2周目の攻防。9年ぶりに SC タイトルが北陸に渡ります。名実ともに北陸の若き王者が誕生します。黒い瞳が輝く勝利のオブジェ、追いつき追い越し引っこ抜く戦う幸太郎、走る幸太郎、今垣幸太郎、見事に SC 競争初優出初優勝を飾ります。先頭は6号艇岩垣、2番手に2号艇松井を従えてゴールまであと 50m 30m、 先頭6番今垣ゴーリングガッツポーズで優勝。今垣幸太郎29歳、熾烈なスタート合戦を制し、大外6コースから鮮やかなまくり差しを決め SG 初優勝を飾った。長い間、下手くそのレースばっかりして今までファンの方に期待に応えられんかったんですけど、これで恩返しできると思います。5月ボートレース界のオールスター第26回笹川賞が開幕。ファン投票で選ばれた52名の選手がボートレース蒲郡に集結した。優勝戦に駒を進めたのはこの6名。1号艇は節間4勝を挙げ SG 初優勝に期待がかかる浜村、地元勢は2号艇新見、5号艇の吉田、6号艇には SG 初出場初優出の金子という布陣となった。また一つドラマが生まれます。輝ける闘志が織りなす水上の最高のドラマの開始です。 SG 第26回笹川賞競争の優勝戦です。1号艇は浜村義弘、2号艇新見圭一、3号艇は三島誠司、4号艇今村豊、5
5号艇は吉田隆義、6号艇金子武史です。絶好枠からインコースは譲りません。1号艇はパワー文句なし、渦潮四天王、プロペラの王者浜村義弘。枠なり2コースを主張か。2号艇精神は最高の状態です。駆け抜けろ水上のジャッカル新見圭一。センター3コースを守りきるか。3号艇水面に笑いはありません。自分自身と夢を信じます、三島誠司。さあしかし回り込んできました。5号艇柵を練りコーナーを翻弄する水上のロンメルこと吉田隆義がセンター3コース。第12レースの優勝戦最終体系は4対2インコースから1番2番5番4番アウト3番6番の体系です。優勝戦今スタートしました。1コースから5コース鮮やかなスタート、石田誠とスタート1周しまく。1号艇のに浜村が押し切っていく体制か。引いていく5号艇の吉田がまくっていけるか。2号艇4号艇3号艇殺到するか。押し切ったか。1号艇の浜村差し込んだ。2号艇の新見圭一前期争いは1号艇2号艇マッチエースも一定心先行。押し切った1号艇の浜村義弘が単独先頭。2番手には2号艇新見圭一。上位体系は1番2番1周にまくの旋回に移る。スタートは正常、優勝戦スタートは正常でした。トップ旋回は1号艇の浜村義弘。2番手の水槽は2号艇の新見圭一。上位体系は1番2番1位体系。3番手で5号艇の吉田隆史。4番手を勝取った4号艇の今村豊。昨年の苦しみを跳ね返して自らの復活をアピールする輝かしき勝利こそは渦潮四天王、大御所中道に次ぐ待ちに待った SD 制覇。理論に裏付けされた驚異のプロペラテクノロジーでパワーレースを謳歌するヒューマンプルトニウム。浜村義弘 SD 発生派のゴールまであと 8m、 あと 50m、 あと 30m。 先頭1番浜村ゴールインです。優勝コンマ04のトップスタートで見事逃げ切った浜村義弘、ファンの期待に応え見事 SG 初優勝を飾った。最終日最終レースまでたくさんご声援どうもありがとうございました。またこれからも精一杯走りますんで応援よろしくお願いします。6月には第9回グランドチャンピオン決定戦がボートレースカラスで幕を開けた。優勝戦メンバーはご覧の通り、注目はオール2連隊という圧倒的強さで優勝戦へ駒を進めた2号艇大島、 SG 戦初優出の近藤が4号艇、以上の6名によって戦いの火蓋が切られた。歴史と文化の町唐津、海の神様が宿る町唐津、そして今 SC ロードの新たなる栄光が刻まれます。第9回グランドチャンピオン決定戦競争の優勝戦です。進入体系は3対3、最終体系インコースから1番2番3番6番4番5番の体系です。スタートしました。1号艇2号艇3号艇がコースターの1周出したマグロ攻防インセット。この体系は1号艇の方が2コースから引いていく。2号艇の大島が刺していく。間を割っていく3号艇、優勝戦スタートは正常でした。一周にマークを全速で行った。見事な旋回は2号艇の大島勝ち、番頭線は6号艇4号艇並走、インコース4号艇の近藤、アウトコースは6号艇の木内。全てを圧倒する勝ちっぷりでついに感動の瞬間がやってまいりました。不惑の始終にして夢がはらきます。知性と野生が合体した黒い瞳のジャガー大島和也、コーナーに湧き入るスーパーダイナミズム大島和也、今ここに感動の SD 発生派を飾ります。2号艇の大島和也、第9回グランドチャンピオン決定戦競争優勝戦、先頭は2号艇の大島、2番手に4号艇近藤を従えて名校のゴールまであと 50m、 30m、 先頭2番大島、5連優勝ガッツポーズ。2コースからコンマ10のトップスタートで冷静に差し切った大島和也、デビュー17年目にして悲願の SG タイトルをつかんだ。まだ半年先ですけど賞金を出たらまた頑張りたいと思います。7月の若松を舞台にした第4回オーシャンカップ競争、海の王者をかけた戦いが幕を開けた。優勝戦注目の6選手はご覧のメンバー。前年の王者松井は2号艇、
3号艇はイブシギン黒苗、4号艇地元福岡の多藤が SG 初優勝を狙う。幻想的な興奮を生む奥道会若松競艇場、いよいよ頂上決戦です。第4回オーシャンカップ競争優勝戦です。1号艇は長岡茂勝、2号艇松井茂、3号艇黒苗義光、4号艇多藤実、5号艇は渡辺英治、6号艇近藤正義です。自力で取った1号艇インに巻き起こるか、神風も1号艇人気の軸長岡生活インコースを取り切ります。勝つための最善のコースを知的に探るミスターオートマティック、2号艇松井茂が2コース、最終決戦第12レースの優勝戦、インコースから1番2番4番6番3番5番の体系です。優勝戦今スタートしました。牛3艇は1号艇2号艇4号艇コースターだけ一周出しターンマーク、隣接速攻体制は1号艇の長岡、そして4号艇1号艇長岡との熾烈なトップ争いを制した多藤実、地元で初の SG タイトルを手にした。気合で走り抜きますので、これからもあったかい声援よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。8月第45回モーターボート記念が総理杯に続き小島で開幕、熱き男たちによる真夏の祭典がついに始まった。優勝戦のメンバーはご覧の6選手、2号艇にはデビュー7年目にして地元での SG 初優出を果たした山本、オーシャンカップからの連続優出となった松井が4号艇、そして5号艇には植木。真夏の祭典を制するのは果たして。の終わりの落日が輝かしき水上の格闘技を静かに見つめる小島競艇場、いよいよ最終決戦第45回モーターボート記念競争です。1号艇は絢爛雅なダイモンディ走法山田豊、2号艇輝ける和州の鷹山本浩二、3号艇急速浮上の人間有望と川崎智之、4号艇誉れ高き自在の神様松井茂、5号艇は絶対的無敵の象徴植木道彦、6コースに6号艇星野正彦、第12レース優勝戦、内から2番3番1番5番アウト4番6番の体系です。スタートしました。内3艇は2号艇3号艇1号艇3艇コースターだから1周出しターンマーク、陰線速攻体制は2号艇山本浩二、3号艇引いていく、そしていく2番ですから1号艇5号艇4号艇殺到するが、押し切ったが2号艇山本浩二、刺したのが3号艇の川崎智之、
大混戦の優勝戦を制したのは山本浩二。冷静なターンで一周2マークを旋回し見事逆転。地元ファンの前で SG 初制覇の勝ち時を挙げた。第46回全日本モーターボート選手権。歴史あるこのレースは10月のボートレース戸田を舞台に争われた。優勝戦注目の6選手、 SG タイトルホルダーは3人。前年に続いて優出したのは1号艇の江口、この年の総理杯を制した2号艇今垣、前年度覇者浜野屋が3号艇、そして4号艇山室はこれが SG 初優出となった。栄光のダービーキングは誰の手に。SG タイトルの中でもひときわ重いダービーの存在、まさにカリスマタイトル。第46回全日本選手権競争、いよいよ優勝戦です。1号艇は昨日当地のレコードタイム更新、今東日本で一番熱い男、群馬の江口昭雄。2号艇は今最も油が乗り切った水上の狩人、石川今垣幸太郎。3号艇は連覇へ向けてパーフェクトの仕上がり、定海の若王子、東京の浜野屋健吾。4号艇は多彩な変化技、煙幕張った身のこなしに大仕事の予感、岡山山室信弘。いよいよ第46代のダービー王が決まります。10秒切りました。進入隊形インコースから1番、5番、4番、6番、2番、3番です。スタートいたしました。だんだん馬鹿げてきたスタートになりました。さて誰が出ていくか。1マークの後方へと移ります。バックストレッチへ抜け出します。1番の江口、そのインコースから4番の山室が差してくる。バックストレッチ抜け出しました。スタートは前提正常なスタート、アウト勢はほぼタッチスタートでありましたが、見事にスリットライン克服しています。4番の山村が一歩リード、1番の江口が迫ってくる。5番の岡本が突進仕掛け、ホームストレッチへ旋回。4番の山村が先行、そして1番の江口が差してくる。岡本も負けじを取らず追随する。さあどういう風な展開になるんでしょうか。2周目に入ります。山村が内を締める。1番の江口が外へ出す。気を伺うは5番の岡本慎治。2周1マークからバックストレッチの攻防。4番の山室がバックストレッチへ、そして1番の江口が刺してくる。ちょっと引き波のお付き合いした。5番の岡本と接触。4番の山室が1歩リード、2歩リード、3歩リードしてまいりまして、残り1周半も切ります。今再び山室旋風が吹き荒れます。ホームストレッチ余裕を持って、西暦1000年代最後のダービー王は4番の山室になりそうです。2着はどうやら51期の岡本か、4番山室ゴールイン。3コースからの鮮やかなまくり差しを決めた山室信弘、伝統のダービーを舞台に見事 SG 初優勝を勝ち取った。11月の平和島で第2回を迎えたチャレンジカップ競争、目前に控えた賞金王決定戦出場をかけてヒートアップした戦いが繰り広げられた。優勝戦出場を果たしたのはご覧の6選手、SG 常連組の植木、秋、松井が1号艇から3号艇へ、そして浜野屋今垣がダービーに続いての SG 連続優出。賞金王決定戦出場の切符をかけて戦いの火蓋が切られた。99年ラストアタック、第2回競艇王チャレンジカップ競争、夢はまだ終わらない平和島の水面、いよいよファイナル優勝戦が始まりました。6選手スロットルレバーを握り込んでスピードが乗ってきました。3秒前から2秒前です。優勝戦今スタートしました。3号艇6号艇いいスタートになった。松井か今垣か、最初のターンバックまでインから突っ張っていく植木、植木が突っ張っていく、懐空いたところまくり出す。
が相手だ。サンダーバードかスーパーライチョーか、いや高太郎が一番速い。1900年代最後の賞金王に向けて夢の向こうに夢がある。最終ターンマークをクリア。チャレンジカップアタックナンバーワンは今垣高太郎、栄光のゴール。4コースからの見事な差しで抜け出した今垣高太郎。この年の総理杯に続いて2つ目の SG タイトルを勝ち取り、ボートレーサー今垣の名を世に知らしめた。12月第14回賞金王シリーズ戦、激戦の舞台はボートレース住之江。ファイナリスト6名はご覧の通り。1号艇市川と4号艇長岡は共にこの年2回目の SG 輸出。2号艇は5本の1着で優勝戦に駒を進めた地元大阪の長見。そして97年のシリーズ覇者小畑が6号艇。3対3で進入です。インコースから1番、3番、2番、4番、5番、6番、1秒、今スタートしていきました。わずかに内側でインコース、2コース、1号艇、3号艇出ていくのが、あと4号艇、5号艇この辺りです。インから逃げます。1号艇の内側でまくってきました。4号艇の長岡がさあ伸び込みました。後方から3号艇、あとは5番、2番、6番でバックスレッジは賞金王シリーズ戦 V2 の長岡住之江校舎が見事にまくり切りました。その後ろは3艇進から4艇進では5号艇、3号艇、1号艇、3艇固まっている2番手争い。その後ろが2号艇、6号艇と続いています。第2ターンマーカー先頭早くも抜け出して4号艇長岡、2番手争い、3号艇の内側、今度は5番、2番、6番やり合って最内切り込んで1号艇ですが、先頭は早くもぶっちぎりました。見事にまくって賞金王シリーズ戦 V3 へと向かって長岡が先頭です。1900年代の SG のセミファイナルのビッグタイトルホルダー、今回の本戦シリーズを制するのは4号艇の長岡茂和です。そして2番手の1号艇の市川で優勝戦オッズの方ですが 16.4 倍となっていまして、まもなくゴール。優勝4号艇長岡ゴール。長岡茂和が4コースからの鋭いまくりを決めて賞金王シリーズ戦3度目の優勝を飾った。そしていよいよ99年の締めくくり、頂上決戦第14回賞金王決定戦がついに幕を開けた。この年 SG 初優勝を果たした浜村が初日1着の好スタート。帝王植木はトライアル2勝を挙げて優勝戦へ名乗りを上げ、3度目のタイトル制覇に挑む。トライアルを勝ち抜いた6人の猛者たち。前年に続いて輸出を決めた1号艇江口、この年5回目の SG 戦輸出となった松井は2号艇、3号艇はこの年の笹川賞覇者浜村、このメンバー唯一のタイトルホルダー植木が4号艇、そして5号艇多藤、6号艇大島が共にこの年2つ目の SG タイトルを狙う。いよいよ決戦の時。ここ住之江を舞台に1900年代最後を飾る大一番の第14回賞金王決定戦競争はいよいよ究極の水上の格闘技、競艇界最強のナンバーワンを決する、これより1億円バトルの頂上決戦です。さあ早々としてコース取りで1号艇の江口明夫がインコース枠主張となりました。そして2コースに2号艇の松井、3コースに6号艇のベテラン大島が回り込んでまいりました。江口は2年連続2度目の頂上決戦、そして松井が2年連続3度目の頂上決戦、今年 SG は5度目の輸出、そして3コースに大島が回り込んでまいりまして、今回4度目の決定戦で初の頂上決戦、そして5号艇の多藤、今回決定戦初登場で初の頂上決戦です。そしてどうやら植木が引っ張りますか。あと3号艇の浜村、
植木は2年ぶり5度目の頂上決戦、浜村は今回3度目の決定戦で初の頂上決戦、浜村が角となってこれで1、2、6、5、ダッシュが3、4と離れての4対2のスタイル、松井が2コースから、そして植木はここ6コースからとなりました。今12秒身の回転です。1900年代最後の世紀の1億円バトル、1秒約95万円の頂上決戦です。インコースから1番、2番、6番、5番、3番、4番の4対2、1秒、今スタートしていきました。さあコーススタートはわずかに偶数コース、2コース、4コース、6コースで2号艇、5号艇、4号艇、松井が出ていきます。まずまくっていきます。2コースから2号艇の松井茂です。その位置を合わせて1号艇の江口、その位置を指して6号艇、後方3番、4番、5番で、さあバックスレッジ、今年の協定会の頂点へと向かって松井が先頭に立っています。その後ろ1停止から2停止では6号艇の大島が2番手、その後ろで固まって植木は現在3番手、4番手辺りになっています。第2ターンバーカー先頭で2号艇の松井茂、賞金王初分へと向かって先頭、そして2番手争い6号艇の位置を追っつけて3号艇、1号艇ですが、さあ大島が膨らんで、さあ2番手争いがもつれて6番、3番、1番と3艇が並んでいます。なおスタートは正常、スタートは正常でした。先頭は早くも抜け出して SGV3 へと向かって松井、大一番は松井が先頭に立っています。そして2番手争いもつれて2周目の第3番が1号艇に向けて、その位置を3号艇、6号艇に刺してまいりますが、ここで3号艇の浜村逆転の2番手に浮上、上位台形は2号艇、3号艇に変わっています。その後は3艇進歩でやや水が空きまして、6号艇、1号艇、あとは4番、5番で、植木は現在5番手。今から2周目の第3マークついにやりました。松井が先頭、第3マークを回って直線コース、そして2番手追走には3号艇の浜村、見事逆転で直線コース。第12レース賞金王決定戦、上位台形は2番、3番で最終周回へと入ります。残り600を切りまして、先頭が2号艇の松井茂、これで住之江は10回目、 SG は3回目、通算では37回目の優勝が目前となっています。頂上決戦は3度目の正直で、昨年の雪辱を果たし、今最もナンバーワンの似合う男、今年は何輪のエース松井がついに頂点へ駆け上りました。1900年代最後のビッグタルトホルダー、住之江の世紀末ヒーローは地元の松井茂です。そして2番手には3号艇の浜村義弘、最終ターンマークを回って最後の直線コース、オッズの方ですが12.8倍、植木が敗れまして頂上決戦は松井茂です。賞金を初見てまもなくゴール、優勝2号艇松井ゴール。99年、ボートレーサーの頂点に立ったのは地元大阪の松井茂、3度目の挑戦を経て賞金王決定戦初制覇を果たした。賞金を取ったからって言って、自分の気持ちは変えず、これから、どんどん努力して頑張っていきますので、陰ながらでも結構なんで、ご声援よろしくお願いします。松井しげるの賞金王決定戦制覇で幕を閉じた1999年、記録面でも松井しげるが最優秀選手を受賞、記者大賞には2つの SG タイトルを獲得した今垣幸太郎、また植木道彦が勝率 8.88 をマークして最高勝率選手に選ばれました。最多勝利選手には115勝を挙げた桂林博士、そして平尾貴則が最優秀新人選手に輝きました。今なお語り継がれる伝説の名勝負、そこには選手たちの熱きドラマ、そしてボートレースの夢と感動が詰まっているのです。